こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信始めていこうと思います。前回はどこまで行ったっけ。クレルモンだ。クレルモンまで行きましたね。イベリア半島を抜けてフランスまでやってまいりました。さあ、これからどこへ行くのかちょっと考えたいと思います。さあ、そこでですね、クレルモンの仕事が何があるかクイックジョブで見てみましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらですね、ツイッチで配信しております。ツイッチ、ライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。2日後に、YouTube にアップロード、アーカイブをアップロード予定です。ツイッチのチャット欄に、その YouTube アップロードする YouTube チャンネル載せておきます。アクセスしていただきまして、チャンネル登録、動画の高評価などしていただければ嬉しく思います。 YouTube This Live Archive Up to Day After ライブ、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッターもやっております。ツイッターもツイッチのチャット欄にリンク貼ってございます。アクセスの上、よろしければまだお方フォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントアクセス&アカウントフォロープリーズ。ではここかな。クレルモン、クレルモンでよかったよな。リュンだっけ。前回クレルモンだったはずなんだが、あ、オルレアンだ。オルレアンですね、これ。クレルモンじゃなくて。オルレアンはもうフランスです。オルレアンはどこだ？マルセイユ、南の方。ディジョン・ミュルーズ。オルレアン、パリの近くか。クレルモンもあるよ。セントヘリエ、カレー、ロンドン。長いルートだと、ベクショーっていうのがありますね。結構北に行く。ノルウェーだっけ？スウェーデンだっけ？スロベニアのマリボル。あ、また戻ってくるパターン。
あ、これは面白いな。ロッテルダム。まあ、セントヘリエ行ってみますか、まずは。行きます。GBJ、 GBJ ってどこだ？目的地への案内を開始します。なんだこの牛のマークがついてますね。カウブランド。あれ？ここじゃない。か、出口は。吸入石鹸、良い石鹸。左方向です。さあこれ見てくださいよ。このあの牧歌的だよな。その先左方向です。左方向です。右方向優先してるけど、右方向です。これまっすぐ行かせてもらいます。ナビを再開します。で、信号があるんでここで右ですね。右方向です。あ、青だ。信号ですね。
で、これで、右へ曲がります。あ、ここロータリー1番目の出口です。ロータリーになってんのか。出口です。左方向です。あとちょっと曲がりすぎた。有料道路の入り口っぽいな。さあ、高速道路へ向かっていきます。譲りましょう。3車線のなんか、しかも右も比較的余裕のある高速道路ですね。これは比較的走りやすい道じゃないでしょうか。上り坂だな、きっと。だからそんなにスピードが上がらないですね。イルドフランス地域圏。左車線を走行してください。左？右には行かない。
どうでしょう。あ、3車線のままだな。お、危ない。まあやっぱ真ん中を車線いた方が確実ではありますね。ん？左側を通れっていうわけか。あ、右は出ていく、分岐するんだ。これ2車線に減ります。なんだろう。左車線を走行してください。二分岐するんかな。さあ300キロを切ったが、あ、なんかすごいな。白煙が上がってます。あ、燃えてもいる。いや、比較的空いてますね、道。これは嬉しい限り。最初緩和曲線が入ってると思うので。右車線を走行してください。え、あ、本当だ。トラックが結構邪魔をしているね。トレーラーが。それをいつまでも抜かさないから。
あ、料金所か。ここへ来て。右ですね。200キロ切りました。右車線を走行してください。右車線を走行してください。トンネルがありますね。あ、トンネル言うてもそんなに木材か、なんか遅そう。ノルマンディ地域圏。あ、でも、え、出口？一回ロータリーを経由して、それからあれですね。まだだ。ここで右に曲がって、ナビを再開します。あれ？さっきの道に戻ってない。なんか あれ？なんで遠回りになってんだ？
え？あれ？なんで？え？なんで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 距離が増えてんだ？これはひどい。危険すぎる。さよなら。というわけで立ち去ります。あ、燃えてるんだな。燃えてたんだ。一体なんで遠回りになってしまったのか。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。なんか厳しいなあ。一回譲ろう。
再度200キロ切りましたね。なんかトンネル？カーブがきついな。右車線を走行してください。なんだな。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。フランスから番号。あ、一般道だ。でもまだ150キロあるんです。3番目の出口です。出口です。ロータリーですね。ロータリー、2番目の出口です。出口です。さあ、一般道を行ってます。なんかなかなか牧歌的な道なんじゃないでしょうか。まあロータリー2番目の出口です。出口です。なんだろう。なんか2つの旗がありますね。なんかでかい。バギーじゃないや。車輪がでかい。車が通ってます。農場の車かな。牛もありますいますからね。そうかも、本当にそうかもしれない。トラックとかね。木が高い。フランスとは思えない景色ですね。さらに右へ。牧歌的と思ったらなんか
片側2車線の道路へ行っちゃった。ロータリー1番目の出口です。出口です。でまた牧歌的な道へ戻ってきました。100キロ切っております。また直進です。ロータリーか。ロータリー2番目の出口です。出口です。グランビラ、これフェリーに乗りますね。その先、右方向です。あっちゃう。右方向です。あ、わからん。左右見て、どっちも来ない。路面電車？なんか急に線路が入ってきましたが、でも入ってきた線路がなくなった。急に駐車してる？左方向です。え、何これ。いや、グランビルっていうから左方向です。フェリーへ。ん？いや、まあ U ターンしよう。こういう時は狭いんで分かりにくい。ん？どうなってんだこれ。ああ。あっちから入るのか。いや、狭い狭い。セントヘリエっていうとこに行くみたいですね。ナビを再開します。そのセントヘリエが目的地なんですけどね。来ました。ここはどこの国なんだ。あ、左側通行ってことはイギリス領。ぽいか感じかな。はいな、これ。
イス領っぽいですね。ジャージーっていうとこですね。あれ？え？これもしかして、バックして強制的に止めろっていうの？
シャワどうだ？もうちょっとだ。キリックス返して。ちょっと。あれ？なんで？
ちょっとだと思うんだけど。あ、いけそう。ようやく行った。セントヘリエはどこの国だ。イギリスの、あの関連の場所なんだろうな。ジャージー大韓管轄区らしい。ジャージーと、ということで、ようやくバックツー駐車に成功して着きましたね。こういうとこも、まあ、いくつかはあるのは経験しましたからね。まあ、確かにわかるんだけど。え、どこだっけ？ここだよな。ここかセントヘリエ、ここもあるんですね。トリニティってとこもあります。ランディルはフランスだろうな。セントヘリエ2つしかないです。スペインか。まあこれならスウォンジー、グレートブリテンに渡っていきましょう。濃縮ジュースです。目的地への案内を開始します。さっきの港泊まったとこですね。
左車線か。ナビを再開します。あれ、あ、そうなんだ。その先、右方向です。右方向です。その先、右方向です。やっちゃった。右方向です。左方向です。これがフェリーですね。ナビを再開します。で、ポーツマスが旅行か。あんまりイギリス行きたくなかったんですけどね。まあ行くしかないでしょうね。そう。右方向です。437キロか。ロータリー1番目の出口です。出口です。その先、右方向です。右方向です。
その先、右方向です。右方向です。直進です。あ、真ん中の道通っとくのは確実ですね。胴体ですね。2番目の出口です。出口です。ありがたい。そうですね。びっくりした。急に高速道路と思ったらそうじゃないもんな。
ロータリー1番目の出口です。出口です。40キロ？あ、40マイルか。40キロじゃなくて。危ない。右方向です。左側ですね。あ、信号だ。出口です。これは高速に入っていくってことですかね。と思ったら、七尾の複雑な道は片側一車線へ。煩悩付近の道というのは思えないですね、あんまり。で、左へってとこですね。出口です。さっきと同じ道に見えるが、でも完全に同じわけじゃないんだ。三車線道路なんだよな。
大きな橋がありますね。ウェールズ、右車線を走行してください。右車線、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube にあげます。 YouTube のチャンネルはチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスお願いいたします。This Live アーカイブ YouTube アップチャンネルアップ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter も、用意しております。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載します。アクセスの上まだお方フォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズ。さあ、まもなく出口です。その先左方向です。左方向です。あと6キロです。スウォンジーですね。
で、左曲がってすぐですね。ロータリー1番目の出口です。出口です。ここじゃないでしょうか。完全に終わらせてしまおう。OK です。結構早く着きましたね。20分ちょっとで到着ですね。通ればよかったんだよな。で、ポーツマスから細かいロンドンは通らずに西側の細かい道を通っていって、でそれから多分ニューポートを経由して、ここですね、スウォンジーは最後の タスクです。春もありますが、リヨン、ロスコフ、フランスまた戻りましょう。じゃあアイルランド行ってもいいですけどね。このロス、フランスに戻ってロスコフに向かいます。653、意外と距離がある。え、出口どこだ。
く。あ、奥に出口ありますね。左側なんで、ロータリー3番目の出口です。あ、まあ元フェリーも入れたあれだから、実際トラックで運転する長さは6、あのもうちょっと少ないとは思いますが、ロータリー2番目の出口です。出口です。右車線を走行してください。ここか。
すごいスピードが出てる。高速道路の星ですね、まさしく。大車線。
空いてていいですね。ちょっと混んできたか。危なかった。さすがにちょっと道を塞いでたらどうしようもないですね。大型車が。なんかいい方法はないか。並走してるかな。やってんのか分からんけど大変だな。ようやく どうなってんだこれ。左車線を走行してください。一般道に降りんの？それっぽい。え？出口です。車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。
方向です。左方向です。ロータリー1番目の出口です。出口です。右車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。あれがフェリーか。ロータリー1番目の出口です。出口です。なんでしょうね、あれ鍵みたいなやつ。その先、左方向です。ラケットにも見えるが、なんだこれ。左方向です。左方向です。え？いや違う、これは駐車場だから。あそこで行けばゲート開かしてもらえるんじゃないの。どこだ？三つあるけど、まあロスコフですね。ナビを再開します。さあこれね、あ、夜になった。右側通行ですよね。フランスに戻ってきました。その先、左方向です。左方向です。その先、右方向です。
右方向です。これ？これっぽい。目的地に到着しました。お疲れ様でした。どうだ？来た。ということで、3回の配送を今回もこなしましたね。今回のコース見てみますか。スウォンジーを出て、プリマスへ向かったんだ。ここ右ですね。右からずっとまっすぐ行って、降りてプリマス市街でフェリー乗ってドスコフへ。ここですね。東側が全然行ってない。東側も、まあ北側もあんまり行ってないな。北側結構あの道多いんで、なんかフランスとかイギリスばっかりじゃなくて、この辺の東の方にも行かなきゃいけませんね。次回はそちらがおそらく課題になってくるんじゃないでしょうか。エンジンですよね。強力なエンジン積まなきゃな。
クスクルーシブ、なんかすごいの、わからん、違いがわからん。光が増えるってやつだよな。なんだろうこれ。あ、カーテンも選べるんですね。こういう風にして。面白そう。で、やっぱりこの辺ですよね。シャーシ。で、ダブリンのガレージ行って、あとは、ドライバーで、誰か、あの人材派遣会社で誰か雇ってもらえばいい。いや、でもやっぱり地元の人から雇用しようよ。ダブリン。これをダブリン枠に入れてあげればいいってことか。こうしてあの3人に、ダブリンも3人になったってことですね。カレージマネージャー小規模なんでアップグレードをしないといけない。10万はギリギリだから次だな。あんまり利益上がってない。ドライバーの給与も高いしな。ルクセンブルグの方は稼いでくれてるよな。もう4人ですが、なんかドライバーの評価は全然違うのに、なんでこんな稼ぎ方が違うんだ。この人が一番稼いでますね。トレーラーを買うことはできますが、いらないでしょう。はい、ということで、これでまた一人、あの、一人雇うことができました。こういうふうにどんどん雇っていけば、あの、何もしなくても、あの、収入は貯まるんで、お金がどんどん貯まって、いいトラック、
いい人っていうのはそんな求めてないな。いいトラックをやっていい運送ができてっていう繰り返しですね。こんな感じでいろんな トレーラーが見ることができたりってことですね。ということで、まあ、3つ目のガレージもいずれ稼働率が低いよな、ダブリンは。まだこの辺は順々に上げていきましょう。見事利益が全然違うもんな。はい、ということで、次回ですね、東の方へ、次回は東の方へ行ってみたいと思います。ぜひお楽しみに。あ、こういう風にロゴを見ることもできるんだ。マイナスもあるんだな。ログは表示できないんだ、自分のは。してほしい気分はありますけどね。はい、ルクセンブルクの往復しかできないんですね。となるとダブリンになるともっとやっぱ限られてくるんですが、そうですね、ダブリンとの往復になるからな。はい、ということで、次回お楽しみに。よろしければ、Twitch で配信を行ってきました。 Twitch チャンネル、アカウントフォロー、チャットコメント、ぜひ お願いします。特に、今後とも視聴もお願いいたします。 Twitch、ライブウォッチ&アカウントフォロープリーズ。そしてこの配信は2日後にアーカイブを YouTube に載せます。チャット欄にその YouTube のアドレス記載してますので、ぜひアクセスの上チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive YouTube 2 DefToday After Up YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。Twitter のアドレスも Twitch のチャット欄に記載してます。アクセスの上アカウントをフォローぜひお願いします。Twitterマイアカウントビジット&アカウントフォロープリーズ。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。